部屋の中、真っ暗だね。それに湿った匂いがする。ずっと放置されていたんだ。本当にこんなところにアナザーキーが隠してあるの？ もう一度、ダスを見て確かめよう。 部屋で光っている。きっとこのたくさん並んだ本棚の向こうにアナザーキーはあるんだ。でも真っ暗だ。どうやって進もう。 アシュレイ、 僕、この先に何があるか見てくるよ。 リー！ アシュレイ、こっちだよ。 床が抜けている。この屋敷ボロボロすぎない？パパずっと住んでたんだよね。うん、ティーどこ行っちゃったんだろう。これ。 父さんは子供の頃からここでたくさんの本を読んで小説家になろうと思ったんだ。もうどこにいるんだろう。もう穴を越えて向こう側に行くには。 この棚、斜めになってる。なんかグラグラしてる。もしかして、押したら倒れる？
危なかった。アシュレイ、大丈夫？うん、大丈夫。Dの声、奥の方から聞こえた。よし、本棚の上歩いて奥に進もう。でもここ本当に渡れるかな。崩れそうでちょっと怖い。あ、リーダー、リー、アシュレイ、よかった、ここにいたんだね。アシュレイ、僕ここに父さんと来たことがある。そして二人で一緒にこの本棚の向こうに行ったんだ。この本棚の向こうにも部屋が続いてたんだ。アシュレイ、アナザーキーはこの先にきっとあるよ。
のが動いたよ。うん、リー、どうしよう、本棚が閉まっちゃった。ダメだ、開かない。リーダン、戻れなくなっちゃったの？わかんないならいい。アナザーキー探すよ。この近くにアナザーキーは、もっと奥の部屋だ。あれは何か見つけたの？ちょっとディー。わ、あのね、あれ、アシュレイ、もしかして、もしかして、うん、ねえねえ、なんだろう。アシュレイ、え？何？あのね、へえ、もしかして、
もしかして。もしかして。よし。もしかして。に仕掛けがあったんだ。行ってみよう、ディ。こんなところに秘密の部屋が。うん。ディー、ここ来たことある？うん、覚えてない。
アシュレイ。ん？ねえ。はあ。この見てみるね。これもしかしてフラニーから僕への？うん、間違いないよ。フラニーから D へのバースデーカードだ。はあ、D？ 覚えてないの？うん。でもこのカードが書かれた日が僕の誕生日なんだね。よかったね D、 誕生日分かって。うん。そうだ。ねえねえ。うん。これは何だろう。空っぽだ。あっ、父さん？どうしたの、D？ アシュレイ、思い出した。父さんがそのケースを開けてじっと見ていたのを。そのケースの中には銃が入ってた。あの銃どこに行ったんだろう。
父さん。これで2つ見つかった。アナザーキー探すのあと1つだけだ。リー、どうかしたの？アシュレイ、ここにあるの父さんの大切なものばかりだ。
そうなんだね。見てみよう。これ…あ、ディー？アシュレイ。誰だろう。父さん。うん。うん。もしかしたら。うん？アシュレイ。そう。アナザーキー、残り一つだね。最後の一つ、どこにあるんだろう。アシュレイ。うん。